それでは表題の文献について、丸山が紹介します。ではい、初めに概要です。この、論文は、逆翻訳を使って、まあ、データを擬似的にこう、まあ、機械翻訳のデータを拡張させてあげるっていう、まあ、試みで、それで、まあ、性能を上げましょうっていうような形です。で、まあ、いくつかなんか実験をやってて、結局その、擬似的にこうデータを作るときには、まあ、その出力側にうまくこう多様性を持たせてあげることが大事ですっていうような話で、で、まあ、この WMT2014 で、まあ、ステートオブジアと達成しています。で、機械翻訳の性能っていうのは、まあ、その使うトレーニングする時のまあデータサイズっていうのに結構影響されます。で、実際にそのパラレルコーパスですね、その原文と、まあ、その対逆がついてるそのコーパスが少ない時にどうしようかなっていうこと でそのターゲット側の、まあ、大規模な単言語コーパスを、その現言語側に戻してやって、それ を、拡張されたこの、パラレルコーパスとして利用するっていうような、アイディアになります。で、実際にどういう流れかっていう と、まあ、用意するものはこのパラレルコーパスですね、ソースとターゲットの、まあ、ペアになってるものと、あとそのターゲットの ターゲット側から、ソース側に翻訳してあげるっていうようなモデルです。で、こいつをそのパラレルコーパスでトレーニングしてあげて、で、そのトレーニングしたモデルにこの単言語のコーパスを突っ込んであげて、で、その擬似的にこうデータを翻訳して作ってあげます。で、この後に、この一緒に、そのパラレルコーパスとこの今作った新しいデータを組み合わせて、このフォワードのモデルをトレーニングしてあげて、で、まあ、最後にこうテストでこうフォワードのモデルに突っ込んで、まあ、なんか何らかのこう結果を得るみたいな、こういう流れになります。で、その翻訳のモデルには、まあ、の文を入れてあげて、で、あとはその、BOS のタグを入れて、順番にこう翻訳、出力単語を生成していくっていうような形です。で、ここでは、その1回ずつその出力のまあ生成確率が一番高いものをまあこうやって選んであげるっていうのが、まあ、今までの、基本的な流れです。で、まあ、その同じようにその擬似データを生成するときですね、さっきの、バックワードモデルに、その単言語コーパスを突っ込んで生成してあげるときにも、その、まあ、ビームサーチだったり、まあ、貪欲法グリーディーサーチっていうものが使われていました。で、ただ、まあ、さっきみたいにこう一番高い、まあ、その最大出力とは、まあ、異なった、まあ、分布になるというのが、まあ、問題としてあります。その、まあ、一番その高い部分だけを抜いてあげるので、まあ、データ分布がこういう形だったら、なんかそこに集まったようなデータしか生まれないので、そういう意味で多様性の低い擬似データになってしまいます。なので、ここではそのうまくこうどういうふうに多様性を持たせるかというので、3つ手法を提案しています。1つがサンプリングですね。モデルの出力分布に従ってサンプリングしてあげるというようなやり方です。なんかさっきの図だと、まあ、なんかここの確率に従って、まあ、一番高いものを選んであげるんじゃなくて、まあ、ここの分布に従って選んであげるみたいなものです。で、それを正規化してもう一度サンプリングしてあげるっていうようなやり方です。まあ、こことここの違いは、まあ、ここがまあその10単語に制約してサンプリングしてあげるっていうので、こっちは何も制約がなくて、まあ、あらゆる単語をまあ生成する可能性があるっていうような違いがあります。で、もう一個が、まあ、ビームサーチに加えて、まあ、次のこう3種類のノイズを、加えてあげるというようなやり方で、まあ、10% の確率で、その出力単語を削除しますというのと、
あとは、10% の確率で、まあ、そのなんかこうマスキングしたなんかトークンに置き換えてあげるっていう、まあ、意味のないそのブランクっていう形に置き換えてあげるっていうもの。3種類のやり方を提案しています。で、使うデータセットはこの、これがパラレルコーパスで、英語と、まあ、ドイツ語のペアと、あとは これが、ドイツ語の、まあ、単元のコーパスで、あとはそのバリデーションとテストに使う、データセットが、まあ、2012か2017までを使います。で、最初に、その逆翻訳で、まあ、データを、まあ、いくつかの手法で拡張されたそのデータを使って、まあ、どのくらいスコアが伸びるのかっていうのを表しているグラフがこれです。で、バイテキスト5メガ、そのパラレルコーパスが5メガあって、で、まあ、ここからスタートして、そこからなんか疑似、さっきの疑似データをこう増やしてた時に、まあ、どういうふうに伸びていくかみたいなグラフがこれです。で、グリーディーとかビームが、まあ、結構こうあんまりデータに対しても横ばいな形になっているのに対して、サンプリングとか、まあ、ビームサーチのノイズとか結構こう伸びてるっていうことが分かります。まあ、そういう意味で、そういうノイズとかを加えた方が、まあ、疑似データとしては、まあ、効果的であるっていうことが、まあ、このグラフから分かります。はい。で、実際にこういくつかのこうテストセットで試してみたものが、この表になってて、まあ、この表からも、まあ、結構そう、スコアを伸ばしているっていうことが分かります。で、じゃあ、どうしてこうなんかそういうサンプリングとかちょっとランダム要素を加えたものの方が効果的なのかっていうのを、まあ、考えるために、そのトレーニング中の、パープレキシティというのを見てあげます。で、まあ、これを見ると、そのグリーディーとかビームサーチで、まあ、作られた疑似データっていうのは結構すぐ、まああんまりエポック数を重ねないうちにすぐこう落ちているっていうことが分かります。で、まあ、それに対して、まあ、ビームサーチでプラスノイズで作られたデータとか、まあ、サンプリングで作られたデータっていうのが、まあ、こうあんまりこう、まあ、もうちょっと学習が必要、まあ、結構パープレキシティが、まあ、さっきのグリーディーとかに比べて、まあ、高い位置にあるっていうことが分かります。で、まあ、これはそういう意味で、そのグリーディーとかビームサーチで得られているこういうデータはあんまりいいトレーニングするっていう意味ではあんまりいいデータではないっていうことが分かります。まあ、簡単すぎるっていうことです。で、一応そのパープレキシティを、まあ、5グラムの言語モデルで、まあ、見てあげた時もなんかビームサーチがで単純にビームサーチで作ってあげたデータだと、まあ、人手のデータより、まあ、パープレキシティが低くなっているのに対して、まあ、サンプリングとかこのノイズ加えたやつだと、まあ、かなり高い位置にあるということが分かります。なんで、なんかこう、ちょっとそのトレーニングするときには割となんか難しいようなデータを、まあ、入れてあげることが大事なんじゃないかなっていうのが、まあ、この結果から分かります。で、実際に、どういう、データになっているのかっていうのが、まあ、この表になってて、上からソースとリファレンスで、あとそれから下が、まあ、それぞれ生成された文になってて、ビームとかだと割とリファレンスに近いような形になっていることが分かります。で、サンプルとかだとこうミスタープレシデントとかいうなんか、ソースとかにはないような情報が、まあ、いきなり出てきたりとか、まあ、ノイズ入ってると、まあ、ブランクになってたり、まあ、順番がこうごちゃごちゃしているっていうことが分かります。で、最後にそのパラレルコーパスと、まあ、その疑似データの比率、その疑似データをまあどのくらい足していけばいいのかみたいなのも調べていて、で、この横軸のアップサンプリングレート
の割合っていうのが、例えばこのパラレルコーパスが5メガで、まあ、疑似データが10メガだったら、まあ、これで 2の1になるみたいな、そういう表し方です。で、まあ、よいしょ、結果からなんかこうグリーディーとかビーム、この赤とか青の線だと、まあその疑似データをこうどんどん足していくことでちょっとずつこう上がっていくいってるっていうことが分かります。まあ、そのデータの量に結構影響しています。で、一方で、そのサンプリングとか、まあ、そのノイズ加えたやつだとあんまりこうデータの割合にはあんまり依存していないっていうことが分かります。まあ、これはそのグリーディーとか、その単純なビームサーチっていうのが、に関してはそのデータの量でまあこう多様性をカバーできているのでちょっとずつこう上がっていくっていうものでと考えられて、で一方でまあサンプリングとかノイズっていうのはそもそもうまくこう最初から多様性を考えられているので、そういう意味で影響が少ないっていうような考えられます。はい、まとめです。この、研究では、逆翻訳を使って、まあ、疑似的なに、まあ、パラレルコーパスを拡張してあげて、翻訳性能を向上させるというような試みを行っています。で、結果から、まあ、ビームサーチとかグリーディーサーチよりも、まあ、なんかノイズを加えた方が、疑似データの生成には効果的であるということが得られました。で、まあ、このモデルで、まあ、ステイトオブジアートを達成しています。はい、以上です。